菅原春は北海道二見国八雲町出身の図書館コンサルタント。日本初の図書館コンサルタントであるとされることがある。25年間にわたって日本図書館協会に勤務して、中小レポートなどに関与した後、図書館計画施設研究所を創設して独立した。1926年に北海道大島市町の二見国八雲町に生まれ、 旧制北海道町立薬蜂中学校を卒業後に薬蜂町役場に就職した。日中戦争時には少年兵として志願し、神奈川県高座郡相模原町、淵の辺の兵器学校で特別幹部候補生となったが、1945年8月の終戦後には復員して薬蜂町役場に復職した。戦後に薬蜂町役場教育委員会が新設されると、 教育委員会で公民館図書室の運営などに携わった。なお、役場に勤めながら、夜間には新生高校の定時制で学んだ。公民館時代に農村図書館、光村村にと出会って、未来の図書館の姿を見つけると、北海道では先進的な図書館として知られていた、私立函館図書館に列車で3時間かけて赴き、岡田健造の娘であり、 司書の岡田博子に指導を受けている。岡田博子の出身校である文部省図書館職員養成所の存在を教えられると役務町役場を退職して上京し、1951年から図書館職員養成所と厚生大学や幹部に通って図書館情報学を学んだ。図書館職員養成所の同期には前川常夫や砂川雄一らがいる。 1953年3月に文部省図書館職員養成所を卒業し、4月に社団法人日本図書館協会に勤務した。菅原の在職中の日本図書館協会は、1963年に画期的な中小レポートを、1971年に中小レポートを発展させた市民の図書館という提言をまとめている。 市民の図書館の中心となったのは前川だが、後に刊行された造法版を執筆したのは菅原である。中小レポートでは公共図書館のあるべき姿が明確になったとされ、1970年代には東京都の日野市立中央図書館、町田市立図書館、秋島市民図書館、千葉県の千葉市立北部図書館、広島県の福山市民図書館など高い評価を受ける、 図書館が続出した。菅原はアメリカ合衆国、北欧、東欧などを視察して世界各地の図書館に精通しており、1975年にはフィンランドで開催されたユネスコ図書館建築会議に参加している。今万里市民図書館日本図書館協会では総務部長の養殖にあったものの、1978年3月に日本図書館協会を退職し、 図書館計画施設研究所を創設した。図書館計画施設研究所が基本計画を策定した図書館は100館を超え、佐賀県の伊万里市民図書館、福岡県の神田町立図書館、埼玉県の小川町立図書館、千葉県の君津市立中央図書館などが挙げられる。故郷の北海道では唯一の存在として石狩市民図書館がある。 1981年には全国の図書館活動について記した雑誌、図書館を創刊し、この雑誌は菅原の死後の2015年まで24年間にわたって100号の発行が行われた。ありがとうございます。